I hope you don't mind if I say that I love you, 'cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. おはようございます。100円です。今日はですね、預かり猫ボランティアの部屋のケージを作りたいなと思ってます。木の枠で作ろうかなと思います。では行ってきます。行ってきます。じゃあね。材料はね、ここにいっぱいあるんで、こっから作っていこうかな。ここはキッチンです。物置化してますね。よっしゃー、どれにしようかな。重っ。3年間で貯めた木材たちですね。捨てんでよかったよね、本当。選抜メンバー、100均の網、白く塗られた 2×4、 すのこ、ちょっと頑丈なベニヤ板、あと 4×4 なんかな、これ。やっていきます。頑張るぞ。おお。今日ね、めちゃくちゃ風が強くて、ちょっと外で撮影ができないっていう判断で、もう撮影せずに作りました、ここまで。まあ、2×4 半分に割って骨組み作って、こんな感じで柵を作ってるって感じですね。で、これはね、もともと昔使ってたやつをそのままリサイクルしました。なんで、あとはまあ こっちね、この床面と上下を塞いで、あとはここに扉をつけるっていう感じですね。とりあえず上下とここの床面、こっちの床ねを作ったら、とりあえず骨組み完成なんで、上に持っていこうかなと思ってます。ちょっとね、組み立てて上に持っていく途中なんですけど、はまった。重すぎて持ち上がらんす、これ。ちょっとハマった。ちょっとこれやばいよね。がっつりハマりましたね。ちょっと頑張ってみます。いやーね、皆さん今見てもらった通り、昨日今日風がめちゃくちゃ強くて、もうほんとね、撮影する気もうせてしまって、もうずーっと外でパタパタパタってなって、で、木くずも目に入るわ。で、重いわ。でもこれね、腰、これね、下に潜り込んで、腰でこう持ち上げながら、もう階段と床に気をつけながら、やっと持ってきたんですよ。で、力尽きて寝てました。はい、すいません、あんまり撮影してないですけどね。まあでも安心してください。もうあとはもう室内で今からちゃちゃっとやっていくんで、あとはまあ色塗って、まあ足つけて、あとは扉つけたら終わりかなって感じですね。はい、風強いな。やっていきます。気になるね。ね、風も気になるね。いいよ、入って。おいで。大きいね。Rise above whatever.
whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. はい、完了しました。乾かします。 Now we're one with the sun over our heads. And then we're stars. We can go any place if we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. はい、ちょっとまだね、まあ、扉色塗ってる最中なんで、乾かしてる間に中を作っていこうと思います。結構ね、こんくらい広くした理由もね、まあ活発に広く、そして動いてほしいなっていうのもあったんで、こうしました。でね、下はトイレ置くんですけど、トイレとご飯ね。で、デオトイレが僕好きなんですよね、あの大きい。なんでそれが入るようにっていう感じでもあったので、それでこんくらいの広さになったみたいな。もう置いてみよう。はい、こんなイメージです。はい、まあこの上にあとは爪研ぎルーム。いいじゃん、いいじゃん、めっちゃよくない？いいと思います。これでいこう。OK、いいね。ちゃんと蓋付きでも入ります。こう入れるやん。ここにご飯。かわいいじゃん。やっちゃった。もう割れんように、割れんようにしよったんですけど、倒して割っちゃった。これは想定外ですね、マジで。はい、もうちょっと割れたとこはね、またちょっと後でどうにかしよう。まあ、テープ貼るなりなんかします。で、扉の蝶つがい、蝶板っていうかな、使います。これね、これをつけていきます。でも高いですよね、このアクリル板。買おうと思ったら悔しいです。これは本当に。でもこれが今の僕の実力なんですよね。
だよね。ストロングラッチ、まあ鍵ですね。これをつけましょうね。まず真ん中ですね。穴開けます。完璧。いらっしゃいませ。当店のホテルをご案内いたします。まずこちら、保護猫さんたちがまず入るとこは下からです。左手がお手洗い、そして右手でお食事をするような配置になっております。で、こちらの階段をね、トン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 と駆け上がっていただくと、2階に見えますのはカリカリできる場所です。ここでカリカリして捕まえられたストレスを、ここに連れてこられたストレスをここで発散していただけたらなと思います。そして野生の皆さんはジャンプがお得意でしょうから、ここにジャンプしていただいて、もう一段ジャンプしていただいて、最上階に見えますのがこちら、真っ暗にもできる寝室でございます。ここでは皆さんくつろいでいただいて、いい眠りにつくことができるでしょう。そして窓を開ければ西日がピャーッと入ってきますので、日光浴なんかもどうでしょうか。今から来る保護猫の皆さん、ぜひとも当ホテルに泊まりに来てください。何ヶ月でもお世話させていただきます。最後に、当ホテルは移動式でございます。下にクッションを敷いておるため、傷が入らず移動することができます。ワシントンキャッツホテルでございました。失礼いたします。すごくない？入れるって。入れる。入ってみて。入って入って。お。入った入った。じゃんちゃん、お願い入って。お願い。おかみ。おかみ。あとおかみになるんやから。ちょっと。作ったんで、ちょっとお願いしますよ。お願い、入って登って。テテさん、お願い入って。お願い。あ、いや、首あーじゃないよね。あーじゃなくて、お願い入ってよ。お、いいですね。上も上がれるよ。上がってん。そう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 。お、いいね。上も上がれる。上がってん。よいしょ。おほほほほほほ。
ょっと狭かったかな、社長さんには。頭当たるね。いいや。はい、オッケー。おお、素晴らしい。あ、ちょっとこれね、ちなみにこのパターンもあるよ。このパターン、このパターンの場合は、そう、下折り切る、そこから。ごめん、ちょっと一旦閉めてみていい？ごめんね、一旦閉めてみるよ。そう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 。あ、で、このパターンや。このパターンやったら階段が使える。下から降りる、下から。そうそうそう、途中です。そう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 、その階段使えるけど、いや、いけるけど大丈夫。おお、すごいね、ワイルドね。 OK、 いいでしょう。チャチャさんも、チャチャオカミもいいって言ってくれてます。ありがとう。あんちゃん。